頑張っても三日坊主から抜け出せません、習慣化できませんって人のために、今日はですね超初心者向け、習慣化のコツベスト3をお届けしたいと思います。特に3つ目がですね、あ、そんなことですかって思うことだと思うので、ぜひ最後までご覧になって、少しでも、いいなと思ってくれた方は私のフォロー、そしてコメントよろしくお願いします。では早速いきましょう。1つ目、なりたい自分を想像する。はい、まあこれはね本当に当たり前と言っちゃ当たり前なんですけれど、まあ、習慣化ってね、なんで行うのかっていうと、なりたい自分になるために行うんですね。例えば、何かスキルを習得したり、または猫ダイエットしたりとか、まあいろんななりたい姿っていうものがあって、そっからの逆算でやらなきゃいけないことが見えてくる、それを習慣化するってことなので、まずはなりたい姿っていうのをもっと明確に考えてみてください。これできるできないとかじゃなくてね、例えばもうね30キロ痩せたいんだったら、もう30キロ痩せたいと思ってください。30キロ痩せている自分を想像してください。痩せたらどうなるか、もう妄想でもいいです。あ、ちょっとモテモテになっちゃうかもなとかね、もう妄想でもいいから考えてください。でそっから行動が始まるので、妄想でいいので、なりたい姿を想像してみてください。これが1つ目です。2つ目、一旦やってみる。やってみる、これです。一旦やってみる、これもね、習慣化って聞くとやっぱ毎日やんなきゃダメじゃないですか。もちろんそうなんですよ、毎日やるから習慣化なんですけれど、一旦やってみてください。もうね、続くかどうかは考えなくていい、とりあえず今日やってみっかって気分で一旦やってみてくださいね。ダイエットのために走る、食事制限をするっていうものがあったとして、これ毎日やんなきゃダメなんだけど、いいです、とりあえず今日ちょっと体験として1キロじゃあちょっと走ってみようかなってね、そうやって一旦やってみるでいいので、一旦やってください。でそれなんでそれを一旦やるっていうのがいいかっていうと、人間って一回やったことあるっていう経験があると、次やるときすごい軽くなるんですよ。皆さんもそうじゃないですか。やったことないことに取り組むってすごい重いでしょ。仕事でも行ったことない場所に行くってすごい怖いでしょ。でも一回行ったことある場所だと、あ、一回行ったことあるわっていう気持ちになって、2回目結構簡単に行けるじゃないですか。それと同じなんで、とりあえず一旦やってみる、もう体験だと思ってね。別に続かなくていいです、明日やんなくてもいいです。はい、なので一旦やってみる、これもちょっと結構重要なので覚えておいてください。3つ目、常に頭の片隅に入れておく。はい、これです。常に頭の片隅に入れておく。はい、これ何を入れておけばいいのって話なんですけど、やるべきことを頭の片隅に入れておいてください。はい、例えば、はい、ダイエットしまうさっきからダイエットで言ってますけど、ダイエットしなきゃいけんって思ってるんであれば、ダイエットしなきゃいけんとずっと思っといてください。はい、いいです、とりあえず行動はしなくてもいい。いや、ダイエットしなきゃいけないんだけどできないんだよなーって思ってていいです。そこで終わってもいい、とりあえず。はい、これなんで、頭の片隅に置いておけばいいのかっていうと、たまにありませんか、調子がめっちゃいい時ありますよね。なんかわからんけど調子めっちゃいい時、なんか何でもできそうな気がする時あるんですよ。人間ってね、月に一度か半年に一度か一年に一度かわかりませんけど、あるはずです。あなたにも絶好調な時が、なんか何でもできそうだし、今からやろうと思えば何でもできるぜベイベーみたいな状態があるんです。そん時にですね、やっぱ頭の片隅にずっと入れてあることっていうのは行いやすい、で勇気もあるので、そん時はね勢いでやれます。はい、で勢いでやっちゃってください。頭の片隅にあることを、なんかね、もう自分らしくないけどダイエットしなきゃって思ってたから、ちょっとわからん、なんかちょっと走ってみっかなってね、何キロとか決めずに、それっぽくちょっと外走ってみようかしらって時があるはず。はい、その時の勢いを利用する、そのために常に頭の片隅に入れておいてください、やるべきことをね。はい、ってことで、はい、今日はですね超初心者向け習慣化のコツベスト3をお届けしました。ぜひ皆さんもね、このテクニックでも何でもないんですけれど、まあ考え方ですか、習慣化を行うための、本当に行う前の段階の話なんですけど、この3つをちょっと意識してですね、習慣化に取り組んで、習慣化っていうのは本当に人生が変わりますので、はい、ぜひ皆さんも習慣化に取り組んでください。ということで、習慣化マスター山野徹でした。お疲れ様でした。